それで昨日から血尿はい、だから普通のおしっこも出てるけどチームマチル飲むってことですよね。ああいうの見てると、性別はハリネズミレシピを上げてて、それを結構多めのお湯で、はい、あのふやかして、はい、で揚げてるので、ええ、それと普通にお水飲めるようにしてるので、はい、どれぐらい飲んでるかわかんないですけど、まあまあ、で、ね、ハリネズミフールは1日何グラムぐらい食べてるかは測ってはいない、測ってはいないですけど、でもそれなりに市販の売ってる、はい、あの容器にこれぐらいですわかんないねまあいいですわ。でもじゃあ量的 食欲は減ってないんですね。食欲も減ってない。でうんちもちゃんと、うんちもちゃんといいうんちが出て、何回も出ます。1日え1日朝起きたら出てるって感じなんですけど、うんちの形状もよくって、うん、まあ要はあの1日5回前後ぐらいはするんかな、ハリネズミですよ。5箇所ぐらいは。あそうかも。体を感じたくのはない。うんちこんな感じで、こんなこんな、だからこれで 1,2,3,4,5 ぐらい、ここにもう1回が6個ぐらいありますね。はい、ありました。初めてなんですね、こういうのが出たの。はい、これね、要は今おしっこしている、うん、このおしっこしてるみたいな。だから普通のおしっこはするけども出血もするってことは泌尿器、要は膀胱、尿道膀胱からじゃないかもしれない。女の子でしょ。そう、女の子、子宮の方からさ出てきてるかもしれないんですよね。大丈夫ですよ。じゃあ、こちらにちょっと調べてさ、はい、ちょっとこの調べたらなんかその子宮の病気が多いっていう、子宮の病気の可能性が高いんですよ。で、子宮の病気で一番困るのは子宮に膿が溜まるっていう病気、子宮蓄膿症という病気があるんですけど、それが一番困りますね。で、そしたら今からですね、あのちょっと麻酔も何もしないでそのままでレントゲンをちょっと取らさせてください。2方向、はい、横向きと正面と。でそれ見てからどうするか検討します、はい、でこれからあとはあの健康チェック用というのを渡しますから、1日何グラム食べてるとかね、何回うんちしてるとかね、この子の体重維持されてるかとか、それをちょっとしっかり観察してもらう。はい、で多分お薬が出ますんで、はい、でも本当に子宮蓄膿症だったら手術しなきゃ。なかなかどれぐらいかかるんだろう。何がですか。料金、料金は手術は6万円ぐらいします。で入院治療費は5000円から6000円。そうで、かける日にちが10日から2週間ぐらいか、もしそれだとするとね。だけどそれあると、まあ、まずとてもリスキーですよね。どっち、あの 手術すること自体が。ああ、そういうこと、ね。うん、まずはちょっとレントゲン撮ってみますねで、病院案内もらいました。ちょっとそれこちらにね、ちょっとざっくり、あ、そう、初診料が700円、うん、レントゲンは、2500円、うん、でいけますかね。2枚、うん、2枚取りますね。かける2って5000円ってことですか。そうです、それだけ。まあまあそんな結構しますね、申し訳ないですけど。はい、じゃあちょっと写真撮ってこの場で現像しますか。少し時間くださいね、はい、すいません、はい、それとあの出たおしっこね、ちょっと調べさせて。ここってもちもももが自分飼ってるんですけど、はい、もももがも見てくれる、見てます。おすごい。もも、はい、がは何食べてるのですか。もももがセレクション。あ、いいですね。そういうの食べてくれてるのが一番気がするんですね。そう、ミルワーム、ワームはカルシウムかけてます。かけてもかけた方がいいね。そうなんだ。はい、この子もワーム食べてるんです。この子もワーム食べます。なんで、ね、昆虫はね、リンがめちゃくちゃ多い、うんうん、カルシウムが少ない。だからもう昆虫やる場合はカルシウムの粉が大抵ワーム売ってるとこには売ってるから、うんうん、それをかけて食べさせる。へえ、そうなんだ、知らんかった。